イボダイアモクは、鈴木目にところ属する魚類の分類群の一つ。6か16属で構成され、イボダイエボシダイマナガツオなど70種が記載される。成長の過程において、多くの種類が、クラゲや流れもに帯同した、浮遊生活を送ることで知られている。イボダイアモクの魚類はすべて海水魚で、世界の熱帯、亜熱帯から温帯にかけての海に幅広く分布する。 日本近海に産する仲間も多く、イボダイやスジハナビラウオなど一部の種類は食用として利用される。多くの種類は死魚治魚器あるいは若菜の時期に表層に浮かぶクラゲや流れもについて浮遊生活を送る。生魚になると海底で訂正生活を送るが、種類によっては水深1000メートルもの深海に降りることがある。 このため生活史のよく分かっていない魚が多く、生魚の捕獲が極めて稀な種類や、未だ見つかっていない種類さえある。イボダヤモクの仲間は、左右に平たく側平たした体型を持ち、最大種では、全長1.2メートルに達することもある。明瞭な縦縞など、比較的鮮やかな反問を持つコチ魚に対し、生魚は地味な体色であることが多い。 食道の両側に食道脳あるいは咽頭脳と呼ばれる袋状の構造を持つことがイボダイアモクの魚類の最たる特徴である食道脳は咽頭の後方に位置し内部に並んだ歯のような突起によって餌の塩化や消化を助ける役割があると見られているただし本アモクの中では古い系統の一群と考えられているトコナツイボダイ科の魚類は この食道能を持たない。鱗は、通常円鱗で、一部の種類は微小な、苦手うろを持つ。上あごの大部分は、涙骨で覆われる。ビ骨は2から6枚の板状で、尾ひれの分子びれ状は15本。エラ状骨は5から7本、椎骨は24から61個。イボダイア目には、ネルソンの体型において6か16属70種が、認められている。 ヒレの形態と、トゲ状の高さ、本数などが主な分類形質として利用されている。本は木内部の構成はなお流動的であり、イボダイ族を独立のトガとし、トコナツイボダイ科の前に置く見解もある。トコナツイボダイ科アマーシピデイは一族一種。インド洋、太平洋の赤道付近の海域に分布する。腹期は、胸びれよりも、前方、頸部に位置する。体は、 無色で、半透明。イボダイアモクの他の仲間とは異なり、食道能を持たない。背びれには、竹の低い10から12本のトゲ状が並び、その後ろに折り竹の高い難状がある。本家に属する唯一の種である、トコナツイボダイアマルシパスカールスパーギーは、1969年に、初めて報告された、中層遊泳性の魚類であるが、 制御の標本は未だ得られていない。イボダイスノプシスアノマラ。塩焼きに付けなどに利用される、ラダーフィッシュセントローラフォスニジェール。背びれは一つで、トゲ状と南状はほぼ同じ高さで連続している、コーニッシュブラックフィッシュ、スキーダーフィルスマドゥサフフェガスイボダイカセントローラファイデー、は7属28種で構成される。熱帯から、 温帯の海域に分布する種類が多いが、クロメダイ族、セントローラフォス族はそれぞれ北太平洋、北、大西洋の寒い海にも生息する。生魚は腹気を持つ。背びれは一つで、トゲ状がほぼ同じ高さの南状と、連続する種類と、トゲ状が南状よりもずっと丈の低い種類とに分かれる。尻びれにも三本のトゲ状を持つ。エボシダイのメウスグラニバイ。 体長10センチメートルほどの赤菜は、カツオのエボシと共生する、シマハナビラウオスンズマキュレーティス。背びれは2つあり、第1背びれのトゲ状は細長く、丈が高いエボシ大化の命題は3属16種を含む。世界中の熱帯、亜熱帯の海に分布する。制御には、腹気がある。背びれは2つで、第1背びれには細長いトゲ状が9から12本。 第二背びれには0から3本ある。尻びれのトゲ状は1から3本。最大で体長1メートルに達する種類がある。大目目大カーリオン町大は一族7種からなる。熱帯、亜熱帯海域の深海に生息する。生魚は腹気を持ち、背びれは2つある。第一背びれのトゲ状は細長く10から12本で、第二背びれは南上のみで構成される。 尻びれのトゲ状は3本。ドクウロコイボダイテトラゴニュラスクビアリー。本家の魚類は、細長い体型と、竹の短い第一背びれが特徴である。ドクウロコイボダイカテトラゴナーデーは一族3種。熱帯、亜熱帯海域に分布。体は細長く、生魚は腹気を持つ。背びれは2つあり、第一背びれのトゲ状は10から20本で、竹が短い。 第二背びれは南上のみ、尻びれのトゲ状は1本である。主に好調動物、有福動物を餌にしていると考えられている。マナガツオカストロマタイティは山賊15種を含む。南北アメリカ大陸、アフリカ西部、南アジアの沿岸域に分布する。体高が非常に高く、制御は腹気を持たない。背びれは1つで、尻びれのトゲ状は2から6本。 ありがとうございます。